も台風次第でこの辺の予報も変わります。予報の信頼度っていうのがあるんですけど、その後会見も行われたんですが、次の週1週間経ってまた病院に行かれました。その日が3時間半ということでした。番組でもお伝えしましたが、そこで、体調に関してはいかがですかという質問に対して、しっかりとお話しさせていただきますと、それが今日ということになりそうです。今日の5時から総理官邸での正式な会見が行われるということになりそうなんですが、正式な会見という意味では久しぶりということになります。2020年の会見をちょっとまとめてみました。その先、右方向です。その先、目的地周辺です。